ワールドオブファイナルファンタジー。時と夢の狭間にようこそ。どうする？どの魂に触れる？キスティスが言っていた時間はそろそろでしょうか。バラムガーデンが悪魔を呼び出している。そういう報告が来てるのよ。呼んでるんですか？わけないでしょ。ではその現れるという悪魔の正体は？それを調べてくれない？出てくる時間帯はだいたい同じみたいだから。しかしその悪魔というのは一体何なのでしょう？俺が悪魔か。なかなか面白い反応だ。で、お前から見て私は何に見える？率直に言えば、やはり悪魔ですかね。おお、そうなのか。ええ、そもそもあなたは100年前から悪魔のしもべと呼ばれています、ディアボロス。しもべ？なるほど、あいつらが悪魔と言われたのか。ん？なら私自身のことではないではないか。つまらん。この世界の混乱に乗じて何をするつもりですか？決まっているだろう。悪魔のしもべのすることは一つ、さらなる混乱だ。ならミラージュ使いの彼らに代わって。余興くらいにはなるといい。な！なんだ、これは。俺たちが相手だ。の、貴様ら、ここで何をしてるんだ。何をって、乱入的な助っ人。おお、乱入助っ人、なんかかっこいいかも。意味がわからん。というか、ここはどこだ。なぜ私はここにいるんだ。はっはっは、焦ってる。ち、まあいい。今の貴様らを見せてみろ。
だ。少し休む。
そ、うまく使えば。逃がしません。ここは？お前の悪夢だ。シェルク。兄さん。ああ、そうだよ。ずっと探していたんだ。私を？当たり前だ。あの日、クリエイターになったお前がカテドラルから逃げ出したと聞いて、あれからずっと。そうだったの？だって、兄さんは私より優秀だったから。母さんや父さんから期待されてたから。クリエイターになって。それからどうしたんだい？兄さんがカテドラルに行ってから家の中はギスギスして、兄さん連絡つかないから母さんは心配しすぎて、父さんはお酒ばっかで、火事になって二人とも。だから私はもうカテドラルに行くことしか考えられなくて。お前が母さんや父さんを殺したのか？違う。だってそうだろう。お前が迷惑をかけたから、お前がしっかりしなかったから、だから毎日叱られて、だから火をつけたんだろう。違う。私はそんなことしたんだ。私が火を？ああ、だから母さんと父さんに代わってお前を罰しに来たんだ。兄さんが母さんと父さんの代わりに。だから死ね。濃くて陰険。人の心を覗いて弱みを見つけて、相手が夢うつしなのを利用して都合よく事実をねじ曲げるとか、最低。最低？いや、ちょっと待て。そうじゃなくてまたなのか。また？そうだ、またではないか。なぜ私はこのことを忘れていたのだ。そうなんだ。向こうに戻ったら向こうの世界で起きてるって意味じゃん。よく再生されるのかな。あの薄ビルの住人になるな。無限の力？それは我らディアボロスの。そうか、あの時の番人どもは。ならば私も本気を出そう。
また負けたか。まあいい、昔のように好きにするがいい。まあその昔はあんまし覚えてないんだけど、ある程度は好きにさせてあげるから。ある程度はね。うん、言っておきます。ありがとう、レイ、ラン。